の。テレビを見るときは部屋を明るくして離れてみてください。今日は楽しいバンバンバン、日曜日だよバンバンバン、今に見ていろ旦那様との初デート、一緒にショー見てバンバンバン。おはよう、リゼルちゃん。おはよう、葵ちゃん。早かったね。何のんきなこと言ってんの。岩城くんが京子さんとのデートすることにしたって本当？昨夜そう言ってたもん。言ってたもんって平気なの？みんなですればそれはそれで楽しいでしょ。ご飯デート一緒に行く気だったの？そりゃそうだよ。私が妻で京子さんは2号さんだもん。葵ちゃんは3号さんでいい？それともガンマ号？また図書館で妙な本調べたね。くれるかな、岩城くん。岩城くんもいい声しなさいね。来たぜ。嘘みたい。なんで泣くんだよ。ごめんなさい、でも嬉しくて。ほら。ありがとう。とっとと吹けよ。さっさと切符買おうぜ。メガネにゴミついてるぜ。え？外した方が早くない？いえ、外しちゃいけないんです、これは。いえ、じゃあ行きましょう。大丈夫かよ。ごめんなさい。ほら、いけない。キャハー、すごいねこれ。それより間に合うかな、午後のショーに。ガイドブック読んでみんなで見たら楽しいだろうなって思ったから。わかってんのかな。スピードアーム。電車がもう出てしまった。急げリゼル、通過待ちがあるからそのまま次の駅まで行けば合流できるぞ。でもリゼルはそのまま最初の駅で入ってしまった。
しまった。警察のホットラインを使ってリゼルに伝えねば。うわあ、なぜだ。わかりません。ああ、はいはい、はい、岩木です。プロジェクト R2 を実行しましょう、うん、そうでしたか。はい、ありがとうございました。では失礼します。 G。 はい、若。出かけるぞ。どちらへ。年上遊園地だ。愛しの乙女がそこへ向かっている。僕には彼女を楽しませる義務がある。俺歩くの早くて。いえ、あの、手、つないでいいですか。え、ごめんなさい、行ってみただけですから。あ、いや、その、なんつうか。あ、それよりは早く先行こうぜ。大丈夫ですか。おう。相手の娘の詳細なデータが出ます。なんと、ただの娘ではありません。パワーリフティングの代表に選ばれるほどの力持ちのようです。パワーリフティング。どうした。まさか、これは。そんな、すみません、ちょっと別行動を。あたっ。彼好みの巨乳メガネっ子か。何か感じるものがあったんでしょうか。わからん。ひとまず女子中高生に造形の深い彼に委ねよう。はい。嬉しいです。こんな写真まで撮れて。あの、岩木くん。その、あ、行ってくれば。トイレだろ。ええ。悪くないじゃん。私のバカ。なんか嫌な予感がするな。間に合わなくなるような。そうだよね。やっと分かってきた。だって午後のショー、今日がラスト公演なんだもん。いや、そうじゃなくて。変わった駅だね。なんでこんなとこで。お急ぎのところ大変ご迷惑様です。新路線に入りましたが、住民の反対運動による建設中止で線路ができていませんでした。戻ると1時間ぐらいかかるし、国家権力ですぐ工事を再開させても3日がかかるし。ごめんよリゼル、午後のショーに間に合わないよ。っていうか、なんなのこの電車。葵ちゃん、私先行く。怪我はないですか、愛しの乙女。ありがとう。よかったら遊園地に連れてってくれる。最初からそのつもりですよ。わが、ご成功を祈りましょう。うまいな、これ。あ、鼻についてますよ。あれ乗ろうぜ。訪問員です、愛しの乙女よ。なんか、マジで悪くないよね、こういうの。どうしましょう。岩城くんと二人っきり。ここで頑張らないと、きっといつまでもプレゼント渡せない。だけど、ダメです。ああ、私ったら、どうしましょう。どうしましょう。なんだ。
うした？ねえ友のり、この観覧車一周するのに20分かかるって知ってた？は、20分あればいろんなことできるよね。あ、それよりこんなこととか。もう何すんだよ。2年間ずっと待っていたのよ。何なんだよ、さっきまでと全然別人じゃねえか。いいえ、あたしはあたしよ。やめろ。もう止まらないよ、僕と一緒に行こう。それに彼は彼でお楽しみのようだ。旦那様、リセル投げてた。リセル邪魔が入る前に。寒い。リセル大きくなっちゃって、きつきつかもしれないけどじっとして。やだ、ちょっとやめろよ。待ってろ、京都。私、元に戻ったのか。ごめんなさい、私こういう変わった体質で、普段は特別製のメガネでそれを抑えているんですけど、勇気が出なくてつい。今日は岩城くんにこれをプレゼントして履いてもらいたかっただけなんです。なんなんだよそれ。お礼です。2年前の朝の、あの時お尻の部分が破けてて、ずっとずっと悪いなと思ってて、中学の指定ですから卒業前に渡さないと意味なくなってしまうと思って。じゃあ履いてあげなよ旦那様。な、何言ってんだよお前。いえ、いいんです、岩城くん迷惑だろうし。そんなことない。つめ、なんだよこれ。やだ、可愛いです、似合いすぎです、恥ずかしいです。いやー、じゃあ次は将棋行きましょう。行くかバカ。待って旦那様。あしてるのが見え見えで、それでも強がっている意地っ張りさんなんてものすごく。